私なんかいつでもお役目で送ってきても船が一枚までなんとなく嫌だわ。今にあんただって感じなくなるわよ。私センチメンタルなのね。さあ今日お客さんもいないし映画でも見に行きましょうか。うん。よかったわね。私泣いちゃった。神聖な恋感激ね。断然ロマンチックやわ。あ、こんにちは。こんにちは。あら、いいわね、あのブローチ。あ、私コード買わなきゃ。いらっしゃい。コードクリームとちり紙。はい。あ、それからあのウィンドウにある赤い箱のブローチ見せて。はいはい。この手ですか。え、今度の土曜日の船で小泉さんと東京行くつもりよ。みんなに内緒ね。姉さん、そんなに小泉さんを好きだったの？好きって、そうね。私たち今さら神聖な恋ってわけにはいかないでしょ。だって東京なんか行って小泉さん信用できるの？先のことはどうなるかわかんないけど、その時々の風に吹かれて流れていくよりしょうがないのよ。そんなものかしら。あんたなんかこれから本当に神聖な恋をすればいいのよ。これ記念にあげるわ。え？さっきのブローチ。ありがとう。私おみくじ引いてみるわ。今日は役者の出迎えでな。お芝居が来るんですか。ピッピッここの大歌舞伎へ乗り込むのにあいにくの天気じゃ。まだ早いわ。小泉さん乗ってはるやろか。あ、市村でございます。ご苦労さんでございます。恐縮でございます。いやいや、狭い吉浦でございます。あいにくの天気で。どうぞよろしく。おみおさん。あ、みはる。あ、じゃあおはるちゃん元気でね。姉さんもね。おはるちゃん、ありがとう。さよなら。
どうぞごゆっくり。今夜フグのチビにしてもらおうか。かしこまりました。大丈夫ね。ええ、私なんか三度三度食べても平気ですわ。人間の毒には当たっても。いってらっしゃい。バイバイ。いってらっしゃい。ああ、こんなところでお一人？晩のおかずを釣ろうと思ってね。まあ、楽屋で自炊なさってるんですか？ええ、フグは釣れるって言うから。お好き？ええ、釣れりゃ何でもいいんですけどね。お姉さん、だけどタバコ持ってない？あ、どうぞ。ありがとう。あ、タイルの星ヶ浦でやっぱり宿の女中さんにタバコもらったことあったっけ？あら、私も領事にいたことがありますわ。うん、あんたも苦労されたんだね。流れ流れて落ちゆく先は、この港ともいよいよお別れじゃ。落ち着いたら年賀状ぐらいちょうだいね。おけいさんの熊物屋が繁盛するように祈ってるわ。大きに。じゃあいよいよさよなら。達者でね。あんたたちこそ元気でな。なんぼ100円。お宅のだあんたちお揃いで？こんぴら参りよ。そうな、あんた方もちゃんと油が売れて、ええー、お正月じゃな。おばさんとこは大人売れるしね。
か何も